俺配信者の中で一番成長してるの布団ちゃんだと思うわ。うわあ投げれなかった。うわあこいつ孫の悪いところ引き継いでる。なんか来た、小見武士が来た。でも布団ちゃんは本当に上手くなったよな、マジで。だって最初プラチナとかだったでしょ。俺配信者の中で一番成長してるの布団ちゃんだと思うわ。1700だよ竜で。普通にすげえんだけど。うまっ、マジで。今の相当うまいけど。うわー、中足。いや今の判断マジのプロなんだけど。あ、出ない。まずい。やばい。ちょっと待って垂直ダイパン出たな。布団ちゃんマジルーク使ったらマジで MR 伸びそうだけどな。マジで上位互換大丈夫ある気。もうやらかしてる。やべえ、もうやらかしまくってる。いってー。スーパーらしいのキック昇天した。ひとちゃん昇天した。立ち向かってきた竜巻に。いやでも竜地味にあれ落としにくそうだよね。やべっ、見極める。マジか。
マジで SA ゲージ無駄にしてる。あ、ミスった。嵐に立ち向かう男。もうコンボなんか分かんなくなってきた。混乱してきた。なんかやりすぎて。JP いいね。 JP 使えるかなこれ。久々に使うな。やっぱ強え。やっぱ遠距離持ってるって神だわ、マジで。パワーしかない。やばい、まずい。これまずい。ちょっと待ってくれ。やばい、マジでやばい。あはー、ミスってる。あ、ミスってる。ちょっと分かんなくなってる。やばい、分かんなくなってる。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってくれ。じゃ、痛い、まずい。うわー、投げれなかった。うわー、こいつ孫の悪いところ引き継いでる。このキャラ、このキャラやばすぎる。どれはこれもう埋まらないキャラさがあるでしょ、これ。竜 JP てか竜が特にきついんだよね、ザンギ。ザンギ JP はちなみに結構面白い組み合わせですよ。なんなら竜よりいけるでしょ、残儀の方が。いや、これマジね、マジな話。やばい、やばい、対空でラシードやってると。あ、やばい、コパコパされてる。やばい、マジ痛い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 。うわー、ちょっと待って、やばい、まずい、まずい、本当にまずい。あー、まずい、ちょっと待って、危ねー。まあ使うか、使わない理由はねえな。
待って出なかった。やばい、3000と輝く CA。スクリューもらえるんだよな。まだワンスクリュー大丈夫。ワンスクリューダメ。これもほら危ねー。なんか食らってくれた。これは神ゲーですね。これは神ゲーですね。これは神ゲーですね。これは紛れもない神ゲーですね。これは友達なくすやつだね。いけない。このキャラこのキャラの杖が残機に染まってしまう。JP はでも今の見たらやばいよね。今の初心者見たらどう思うんだろうね。今のザンギ JP の戦いを初心者が見たら。